リチャード・メンター・ジョンソンはアメリカ合衆国の政治家。第9代副大統領。憲法修正第12条に基づいて上院によって選出された唯一の副大統領である。ジョンソンはまたその政治経歴をケンタッキー州選出の連邦会員を呼び上院議員として始め、ケンタッキー州会院議員として終えた。1806年に連邦下院議員に選出された。 彼は、タカ派として、同郷のヘンリー・クレイと同盟して1812年に、イギリスとの戦争を支持した。米英戦争が始まるとジョンソンは、陸軍大佐に任命された。彼と彼の兄ジェームズは、アッパーカナダにおいて、ウィリアム・ハリソンの下で戦った。テムズの戦いに参加し、小人族の指導者テクムセを殺害したとされる。彼はこれを、後の政治活動に利用した。 戦後ジョンソンは会議員に復帰し、1819年に辞任したジョン・クリッテン・デンの後を継いで上院議員に転身した。彼が経歴を積み重ねるにつれ、ムラートの奴隷であったジュリアチンと内縁関係にあったことが批判され、大きなダメージとなった。奴隷と関係を持った他の政治家と異なり、ジョンソンはチンとの関係を公に認め、彼女を内縁の妻とみなした。 彼はチンとの間に生まれた二人の娘に関して自由を要求し、その選挙区にいくつかの狼狽をもたらした。その関係は1829年の選挙で再選を阻んだ大きな要因であったが、選挙民は翌年彼を下院議員に復帰させた。1836年、ジョンソンはマーティン・バン・ビューレンの伴走候補者として民主党に指名された。ランプシー、ランプシー、 ランプシー、ダンプシー、ジョンソン大佐は、テクムセを殺した。ランプシーダンプシー、ランプシーダンプシー、コロネル・ジョンソン・キルド、テカムセのスローガンで選挙戦を戦ったが、バージニア州の選挙人団がジョンソンへの投票を拒否し、選出に必要な過半数148票に1票、足りず、決選投票によって選出されることとなった。 1836年の選挙で前述のような結果となったため民主党は1840年の選挙に副大統領候補として指名するのを拒否した。バンビューレンは伴走候補者なしで選挙運動を行いウィリアム・ハリソンに敗れた。ジョンソンはその後幾度かの選挙に落選し結局1850年にケンタッキー州会議員に当選した。 彼は1850年11月19日、任期からちょうど2週間後に死去した。リチャード・メンター・ジョンソンは1780年10月17日、ロバート・ジョンソン及び、ジェミマ・ジョンソン夫妻の11人の子供の5番目として生まれた。当時一家は新たに設立されたベアグラス、現在のルイビル近郊に住んでいた。ケンタッキーの大半は1792年まで、 バージニアの一部であった。1782年までに、一家は、ファイエット軍のブライアンズステーションに移り住んだ。ブライアンズステーションで水を汲む女性たち、ジョンソンの母親は1782年8月に起きたブライアンズステーションにおけるサイモン・ガーティーの襲撃において、その行動からヒロインとみなされた。ガーティーの軍が取り出を包囲した時、その内部には水がなかった。 多くのインディアンが植民地が泉から引いた水のそばに身を潜めた。しかしながら、鳥の住民は彼らが柵を占領できると確信するまで現れることはありそうもないと考えていた。ジェミマ・ジョンソンは最初に女性たちが普段通りに泉に水を汲みに行くという計画に賛成した。それにはインディアンが女性たちを襲うという危険があり。 男性たちの多くが計画に難色を示したが、他に方法はなく彼らは結局黙認することになった。日の出の1時間後、女性たちは水を汲んで無事に戻った。その後間もなく襲撃が始まった。インディアンの選手の一体が何軒かの家と厩舎に火を放ったが、風のため炎は広がらなかった。鳥の子供たちは女性たちが汲んだ水を使って火を消した。 敵の放った火のついた矢が、ジョンソンの寝るベッドに突き刺さった。しかし根のベッツが素早く、それを消した。午後になって援軍が歴シントンとブーンステーションから到着し、砦は救われた。1784年までに、一家は再び転居し、スコット軍のグレートクロッシングに今日構えた。そこは、ジョンソンの父親が、パトリック・ヘンリー及びジェームズ・マディソンから購入した。 土地であった。ジョンソンの父親は測量士であり、生鮮された土地を購入し、適度の財産を築き上げた。ジョンソンの伝記では、彼が公的な教育を初めて受けたのは15歳になってからだと記されている。そして、その後間もなく歴シントンのトランシルバニア大学に入学した。彼が通学したという記録は現在存在しないが、1802年以前の記録は、 不完全である。1799年までに彼は、ジョージ・ニコラスとジェームズ・ブラウンから法律を学んだ。1802年には、ケンタッキー州で放送会入りし、グレート・クロッシングで事務所を開業した。その後彼は、兄弟と共に小売店を経営し、多くの投機的事業を手掛け、富裕層に対して訴訟を行った。ジョンソンは、プロボノを行い、 貧民のためにしばしば働いた。また彼は軍務で障害者になった人々や未亡人、戦災孤児に家を公開した。ジョンソンには結婚を約束した女性がいたが、家風に合わない、家族にふさわしくないとして母親が結婚に反対し、破談になった経緯がある。ジョンソンは母親の干渉に対して復讐を誓い、父親が死去すると、 受け継いだ元奴隷であるジュリア・チンと内縁関係を持った。チンは色白の奥ルーンであった。にもかかわらず彼女は法的には黒人であり、そのことがジョンソンとの結婚を妨げた。ジョンソンは公的地位にいる間、チンを内債として扱った。ジョンソンはケンタッキーの自宅から離れている間、チンに彼の勝務における行動の自由を与えた。 ジュリア・チンは1833年の夏に、これらの試しきをした。チンの死後、ジョンソンは別の奴隷との関係を持った。彼女が別の男性と関係を持って、ジョンソンから離れようとすると、ジョンソンは彼女を捕らえて、競りで売却した。彼はその後彼女の妹と関係を持った。ジョンソンとチンには二人の娘、アダリーン・チン・ジョンソン及びイモージェン・チン・ジョンソンがいた。 ジョンソンは二人が教育を受けられるよう取り計らった。娘たちは白人男性と結婚し、ジョンソンは自身の財産から大きな土地を与えた。アダリーン・チンには子供がおらず、1836年に死去した。ジョンソンは二毛ンを娘として取り扱ったものの、彼女はジョンソンの財産を相続しなかった。ジョンソンの死に際して、ファイエット軍の裁判所は、 彼は未亡人、子供、父親、母親ともいないまま死去したと採決し、彼の兄弟のジョンとヘンリーにその財産を相続させた。ジョンソンはその政治経歴を1804年に選出されたスコット軍選出のケンタッキー州会員議員から始める。選出当時彼は23歳であった。ケンタッキー州憲法では会議員の年齢を24歳以上に制限していたが、 ジョンソンは非常に人気があり、誰も彼の年齢に関する疑問を提示せず、彼は議員に就任することができた。彼はすぐに司法委員会に加わった。彼は在任中、土地の登記者から移住者を保護するための法律を指示した。1807年1月26日に彼はバーの陰謀を非難する声明を発表した。ジョンソンは1806年まで集会院議員を務め、 その後民主共和党の候補として第10議会に選任された。1806年8月の選出時、彼はアメリカ合衆国憲法が定める必須年齢の25歳に達していなかったが、翌年3月の議会開催時には規定の年齢に達していた。彼は連続6期を務め、1807年から1813年まで第4選挙区から選出。 1813年から1815年まで大選挙区、1815年から1819年まで第3選挙区から選出された。彼は議会で貧民の関心を訴え続け、第一合衆国銀行の再任に反対したことで国中の注目を集めた。ジョンソンは第11議会において会員請求委員会の委員長を務めた。 委員会は独立戦争の退役軍人によって提起された金融請求訴訟を侵犯するのに責任を負った。委員長の立場で彼はワシントン政権下でアレクサンダー・ハミルトンが削減させた賃金に対してハミルトン未亡人のクレームを委員会が承諾するのに影響を及ぼそうとした。ハミルトンは対立党の連邦党の中心人物であったがジョンソンは ハミルトン未亡人に同乗し、自らの任期終了前に、賃金の支払いを保障した。ジョンソンは、米英戦争中の1813年に、ケンタッキー義勇軍の大佐に委任され、ローワーカナダにおいて、イギリス軍に退治して、連隊を指揮した。彼は、戦いの中で、小人族の酋長、テクムセを殺したことで称賛された。このことが疑わしかったにもかかわらず、ジョンソンは、 その後政治経歴の中でそれを利用した。ジョン・クリッテンデンの辞職による空席で彼はアメリカ上院に選任され、1819年12月10日から1829年3月3日まで再選され、上院議員を務めた。1829年の選挙で彼は落選した。彼は第21議会及び続く3期の議会に選任された。彼は 郵政委員会及び軍事委員会の議長であった。1837年2月8日には選挙人団の多数投票を得た候補がいなかったため、上院によって副大統領に選出され、1837年3月4日から1841年3月3日までマーティン・バン・ビューレン大統領の下副大統領職を務めた。上院によって、 副大統領に選出されたのはジョンソンだけである。ジョンソンは1850年に衆議会議員に選出されたが、就任後間もなく、ケンタッキー州フランクフォートで死去した。彼は、フランクフォート墓地に埋葬された。彼の兄弟ジェームズ及びジョンテレマコス、及び老いのロバート・ボォード・ジョンソンは、彼同様会議員であった。またロバート・ボォードは、上院議員も務めた。アイオワ州、 ケンタッキー州、ミズーリ州及びネブラスカ州のジョンソン軍は彼にちなむ。ありがとうございます。